あ、綱志さんの住んでるマンション見えてきた。いよいよ天兄に会える。ああ、なんか緊張してきた。大丈夫だよね。ハンカチも持ったし、お土産のドーナツも持ってきたし。そうだよ、緊張することなんかない。自分の兄弟に会うだけなんだから。昔は当たり前に毎日会ってた。こんな風になったのも全部九条のせいだ。よし、九条にムカついてたらだんだん落ち着いてきた。ありがとう九条。行くぞ。いらっしゃい、リク。あ、お邪魔します。あ、お土産ドーナッツだ。ここのドーナッツ大好き。ありがとう。天兄が好きだと思っていっぱい買ってきたんだ。どれが一番好き？シナモンも好きだけど、ストロベリークリーム。俺も買ってきたよ、ちゃんと入ってる。八乙女さんと綱志さんの分も。二人は今いないから、僕たちだけで先にちょっと食べちゃおうか。うん、じゃあお茶入れるね。天に優しい。天に昔みたいだ。天に昔みたいだ。天に昔みたいだ。何？あ、ううん、心の中だけじゃもったいなくて、つい口に出ちゃっただけ。変な子。昔みたいに柔らかくて甘い声。天兄はやっぱり俺が好きなんだ。ずっと大事にしてくれてる。天兄は何も変わってなかったのに、あんなやつだとか裏切り者だとか、俺ひどいこと言って。外は暖かくなってきたけど、念のため温かい紅茶にしておこうね。ミルクは入れる？ううん、大丈夫。わかった。はい、お待たせ。ありがとう。ドーナツ美味しそう。2個くらい食べちゃおうかな。リクはどれにする？俺はじゃあこれとこれ。だと思った。僕も同じにしよう。リクとお揃い。昔もよくあったよね。好きなものを選んでいいって言われると自然とお揃いになったりして。あったあった。僕が欲しいものはいつもリクも欲しがってた。天兄が好きなものがいつも俺が好きなものだったんだよ。いただきます。いただきます。美味しい。ドーナツを頬張って顔を上げると、天兄が静かに笑っていた。俺はゾッとした。天兄が九条の養子になる前の日に、俺に見せた笑顔とそっくりの顔だったから。すぐ隣にいるのにひどく遠く感じた。穏やかで寂しげな眼差し。何だったのか今ならわかる。天兄はお別れを告げていたんだ。今みたいに頬杖をつきながら、とても幸せそうに。よかった、リクが元気そうで。
悪いな、時間取ってもらって。相変わらずいい人だ。バカなこと言うな。たくさんしてもらったよ。あんたにも、あいつらにも。本当の俺たちのことを分かってくれる人がいるってだけで、信じられないほど強くいられた。心から感謝してる。話したいことがたくさんあるが、本題に入ろう。あっという間に時間が過ぎちまいそうだから。九条高政について教えてくれないか。そうだ。あんたに聞くように言われたんだ。当の本人の九条に。あんたは昔の自分に似てるって。俺は信じられないけど、聞いてみればいいって言われたんだ。本人も自覚があるはずだって。何か心当たりはあるか？そうだよな。俺も嘘つくなって言ったんだ。似ても似つかねえよって。なのに全然譲らないし、全然俺の話を聞く気がない。俺は似てるなんて思ってないからな。ああ、ゼロの？そうか。そういう意味で言ったのかな。アイドリッシュセブンの魅力を世界中に届けたい。それがあんたの夢。曖昧だな。昔なら言い切ってた。違うのか。望むところじゃないか。嵐に足を踏み入れたなら、また次の虹を目指していけばいい。あいつらならできるはずさ。
それに世界は甘くないぜ。今にも手が届きそうな気分で躊躇しているのかもしれないが、俺たちも手が届くと思った瞬間、真っ逆さまに落ちて失った。トップはそういう場所だ。万全の準備で全力で挑んでも届かない。迷わず全身全霊で行けよ。よかった。しかし、なるほどな。アイドリッシュセブンが世界中に知られることがあんたの夢か。俺はあいつに言ったことがあるんだ。あんたの夢はもう死んでる。あんたが抱いているのはただの妄想だ。そうだ、俺は天を自由にしたい。あいつから解放してやりたいんだ。だけどそれは違うと九条に言われた。俺は九条を理解できていないと。いろいろあって、俺は九条のことを理解しなきゃならない。そうしたら、正しくはこう言っていた。一番似ている相手は紹介できない。秘密にしているし、学生だから。そいつが誰かはわからない。九条は最近あんたと話して似ていると感じたと言っていた。あんたのことを知ることで九条のことがわかるのかもしれない。教えてくれないか。あんたの夢やあんたの迷いを。あんたがどんな風にアイドリッシュセブンを思っているのかを。